怖いな。こんばんは、稲川武雄です。皆さんは例の存在を信じるでしょうか。今日はちょっと不思議なお話を聞いていただきましょう。バーせよ。はい、というわけでおはようございます。こんにちは、玉様と、あ、ブーちゃんと武雄です。はい、というわけですね。今日は、まあ、今ね撮ってるシーズンは冬なんですけれども、ね、まだ冬なんですけども、ちょっとね、あの久々にここで階段を、階段をしてみたいかなと思います。はい、やだなーやだなー。まあ君の顔の方がやったけど、鬼になる。赤座みたいな、赤座になっちゃう、顔が赤座。赤座本当ね、あれなんですけども、ね、はいはいはい、ここでちょっとゲストをね呼んで、はい、お話ししてみたいと思います。素晴らしいですね。はい、はい、というわけで本日のゲスト、ね、はい、スリラーナイトから怪談師の翔平さんです。いいよねー。はい、どうも、スリラーナイトの翔平です。よろしくお願いします。慣れてますね。慣れてますね。今日もね、元気一番。久しぶりで。久しぶりでございます。もう何とかね、出ていただいてますし、あのお店の方にも行ってるんですけど、まあまあ、また今度ね、3人でまた行ってね、スリラーナイトの方やりたいんですけど、この間お祓いしちゃったっていう。もうすごいフリーな状態で参加していただいてます。逆にどうなのかなと思って。いやでもね、払っても払っても無駄みたいなことを言われてるから、そう、とりあえずえぐいやつ取ったよっていう話。すっごい明るく見える。映像制作会社と変わらないぐらいの大変さですけどね。お払いしないって言ったから、あの人たちは。そうそう、いや今日はね、だからまあまたちょっと怖い話をね一つ聞けたらと思うんですけれども、うん、はい、あのまあちょっとね、今日はね、あの新メンバーの稲川武雄さんもいますんで、はい、あのまあ武雄さんの話もね一つぐらい聞けて、そうですか、いいですか、からの方がいいかなっていうね、まあ、前座でちょっと前座ですね、はい、オープニングアクトと呼んでくれ、はい、でまああのまあ翔平さんにちょっとなんか何点って言ってもらえる。100点満点中何点ぐらいの話をして、点数つけられるんでね。プライベートタケさんしか知らないし、ただ見せて飲んでるだけだから。分かった。俺来たんだよ、見てない。演者になってたから。現場来てみたら。いつの間に演者になってた。有名になってた。今日もタケさんの話でそのまんま、あのスリラーナイトで今 YouTube やってるじゃないですか。その企画で新人教育やってるじゃないですか。あ、やってる。そっちに行けるかどうか合否ちょっとつけてもらいましょう。はい、オーディション。やるとするならどのぐらいか。そう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 、ね、あ、オッケー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 、見ると面白いかもしれないですね。はい、というわけで今日は稲川武雄さんの話から、はい、始めたいと思うんですけども、今日はどんな話を。そうですね、はい、これはもう何年も前なんですけども、実体験ですか。実体験です。これはもう実体験、自分の自分の実体験で、はい、はい、というわけで、ね、じゃあ怖い武さんの話を一発聞かせていただきましょう。いただきます。怖いかなこれ。はい、これは実体験なんですけども、まあ何年も前にですね、友人が、今そうですね、北エールなどがあるその豊浦公園駅ですか、その辺に住んでたんですけども、その隣に豊浦公園とありまして、まあある夜友達の家に遊びに行って、もう酔っ払って、まあもう公園行こうぜってなって、まあもうお酒を飲みながらね、あのギター持ってね、バチャバチャ、もう深夜の1時2時ぐらいですかね、その公園の中にですね、植物園みたいなのがありまして、まあ久しぶりに来たなっていうので歩いてたんですけども、この横のなんていうんですかね、ちょっと薄暗いところにちょっとした迷路みたいなのがあるんですね、あの草木で作った、そこに差し掛かった時に何やらものすごい気配がして、すごい勢いで走ってきたんです。何かがすごい近づいてきて、それを2人同時にですね、やまずいまずいまずい、中来る中来る、やばい、逃げろ逃げろっつって一目散に逃げまして、
うわ、何だったんだ今の、いや、分かんないよそんなの、もうとりあえずもう帰ろう帰ろう帰ろうというのでまた部屋に戻ったんですが、僕は子供の頃からその豊平区に住んでまして、今のように地下鉄駅もなければ、北エリアのようなねものも何もなかったんです。昔あの辺一帯は全部墓地だったんですよね。その何かがあったのかなというお話でした。あーってでまあ久しぶりにねここで会談するっていうことで何話そうかなと思ったわけなんですけども、ふっとね先ほど思い出したお話一つしてみようかなと思うんですが、これね僕の地元の先輩の話なんですよ。でねまだ許可取りなんもしないもんですから D 君ってしますけども、この D 君がですね昔とんでもなく悪かったんですね。めちゃくちゃヤンキーだったんですよ。でもうねすぐ喧嘩して人ボコボコにしちゃったりだとか、なかなかこう手に負えない方だったんですけども、まあ、そんな D 君何があったのかね、急に性格すごい丸くなったんですね。でそのぐらいのタイミングから僕もこうつるむようになってきて、でそのつるみ出してすぐぐらいですよ、 D 君が、いやさ俺変なもん見えんだよね、そう言い出したんですね。で僕変なものって何って聞いてみたら、いやなんだろう、俺人の悪意が見えるようになっちゃったんだよ、何のこっちゃ分かんないですよ、でどういうことってもう一回聞いてみたら、いやなんかさある日から急になんだけど、こう人がね人に対して悪意を向けた瞬間に人の背中から黒いさわらわらした手みたいなのがうわーって出てきて、それがズルッつってその悪意向けた人の腹の中に入っていくのが見えるんだよ。でそれ見るようになってからさ、俺人にすげえ悪意向けられてるのって気がついて怖くて怖くてさ、 D 君が丸くなった理由ってそこにあったんですよ。人の悪意っていうものが見えるようになったから、それをどれだけの人に自分が向けられてたか、それに気がついて D 君人に優しくしないとダメなんだ、このままじゃダメなんだ、そう思って自分は変わろうとした、そんなお話を聞かせていただきました。皆さんもですね人に対してなあいつって思うこととかあると思うんですよ。でそういう悪意っていうものはちゃんと相手に届いてますから、まあ呪いとかしたい人はねそんなん使ってみるのもいいかもしれないですね。それでは翔平でした、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今お話ししていただきましたけれども、おいおい、まず竹さんの方がですね、ツッコミどころが多すぎてどこから言ったらいいか分かんないんだけど、ちょっと難しいよね、経験としては何かがあったわけじゃ感じたんだよ、なんか見えなかったけど、見えないけど、もう何かの気配はすごい嫌な殺気というか、うわーみたいな、悪意じゃないですけど、ガー悪意的な感じのご褒美が来たっていう感じの。あ、なんかこれに合ってしまったら何かあるみたいな、胸騒ぎのそれで何かが追いかけてきた、絶対逃げないとやばいなっていうね、っていう、その友達と同時に、しかも家だけこう酔っ払ってるのにウェーってなってるのにビュッってなったっていうのはもう相当ななんかこれね、あれだったらプレッシャーが怖かったですよ、怖かった、説明がね、そっちってよく分かんなかったもんな、途中にまつわる話なのかなっていうことさ、ああ、まあそうですね、それは今の話全然ボツ何かかもしれないなっていうところですね。まあ、これさっきのね基準でいくと翔平さん的に何点をつけるそうですね。翔平さんちょっと作る前もそうですね。これまあ素人のねあれですけどもね。ど素人ですか、ね。どうします？その素人さんが話した手で生きたのか、基準かその基準、そうそうそう。プロ基準か。そう演者として出た時の基準でいくのか。どっちでいく？あ、じゃあ演者で行きましょうよ、もう完全に、まあ、これで逆にですよ、これで逆にめっちゃ点数良かったらもしかしたら新人教育のさなか申請で入れるかもしれないですよ。おー、
超ルーキー。いきなし、いきなし。45歳超ルーキー。いやーこれはね、本当にすごい難しい。難しい。のさ、すごい難しいんだけど、まあ、もう最初に点数言うなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。